俺もなんか羽織るもの欲しいんだけど。なら私のローブでよろしいですか。初対面の人の前でそんな格好したらダメなのでは。わかります。私も初めて見た時は驚きました。大丈夫、それが喜びに変わる時がきっと来ます。大丈夫じゃなくない？まるで神々が水浴びを楽しんでいるかのような。立花、この建物なかったことにして構わんか。落ち着け、むしろお前の想像通りだろう。大丈夫です、私に全て任せてください。あなたは逸材です。この世界でてっぺん取れますよ。お兄さん。だから脱いでください。でもさっきは脱がないでいいって。一度脱げばやみつきになりますから。さあ脱いで。